アポリナリー・バスネツオフの肖像アポリナリー・ミハイロビチ・バスネツオフはロシアの画家、美術家。より著名な兄・ビクトルもまた美術家である。モスクワ中世史からの場面を専門とした。世紀の専門教育を受けてはおらず、有名な画家の兄・ビクトルより指導を受ける。1883年から兄と共にアブラムツエボに暮らして創作し、その地で ワシーリー・ポレーノフの感化を受けた。1898年から1899年までヨーロッパ中を遍歴する。アポリナリー・バスネツオフは、ロシアの自然の壮大な景観の描写に加えて、歴史的、考古学的な資料に基づき、歴史的な光景を再構築するという独自のジャンルを作り出した。その絵画は、中世のモスクワを視覚的に説明するものだった。 1899年から移動派の一員となり、1900年からペテルブルク帝国美術アカデミーに奉職した。芸術世界の後ろ身である、ロシア美術家連盟の創設者に名を連ね、その監督を務めた。ありがとうございます。